週刊文春は株式会社文芸春秋の発行する週刊誌である。1959年4月創刊。日本の出版社系週刊誌では1956年創刊の週刊新潮と並ぶ老舗新聞、テレビが書かない記事を書く週刊誌というスタンスを取る。1977年5月12日号から表紙の絵は イラストレーターの和田誠が担当している。2019年10月7日に和田は制御したが、週刊文春は今後も和田のイラストを表紙にしていくことを発表。なお、和田の表紙は2017年7月20日号で2000回を迎え、2017年7月27日号からは過去の傑作戦によるアンコール企画が続けられていた。 二千十六年の初め頃から、週刊、文春のスクープ記事により、政治家、著名人が、辞任や、活動停止に追い込まれるケースが増えたことから、文春法と恐れられるようになった。二千四年に、鈴木が、編集長に就任して以来、読売新聞及び、読売新聞グループ本社会長、渡辺爪夫を徹底的に批判しているが、読売から、損害賠償請求や、 謝罪広告を求める訴訟を起こされ、その多くで敗訴している。他の大手出版社と異なり、ジャニーズ事務所が影響力をほとんど持たないため1999年から2000年にかけて社長、ジャニー北側の児童への性的虐待疑惑を報道した。ニューヨークタイムズやオブザーバーなどの国外メディアも後追いし、国会でも取り上げられるなど内外に波紋を広げた。 これらの疑惑は以前から噂の真相などの一部メディアで取り上げられ、また元フォーリーブスのメンバーだった北孝二による暴露本が表されるなどしていたが、大手メディアとしては初めてこの問題を取り上げた。ただしジャニーズ側はこの記事に不満を持っているようで、2000年代以降も、例えば武士の一部が2006年に映画化された際、文春文庫で発売されている。 藤沢周平の原作本の帯に主演の木村拓也の写真の使用を一切許可しないといった対抗措置をとっている。木村が工藤静香と結婚した際には会見から文春を締め出した。一方、文春側は関東グラビアで白紙ページに木村とインタビュアーの輪郭のみを描き、ジャニーズによるメディア統制であると非難した。年月日号で、 激震スクープ。スタッフの怒り。我々は愛人を育ててるんじゃない。AKB48 は事務所社長の喜び組を掲載。アクスから事実無根で名誉を傷つけられ、グループの活動にも深刻な影響を及ぼしたとして、約1億6800万円の賠償、謝罪広告の掲載などを求める訴訟を東京地裁に起こされ、 2013年9月165万円の賠償命令を受けた。文芸春秋側は控訴したが控訴審となった2013年12月の東京高等裁判所の判決でも一審判決を支持し、文芸春秋側の控訴を帰却。坂道シリーズとも対立関係にある。2021年3月17日、文春オンラインは、 五輪開閉式の全体の統括役を務めるクリエイティブディレクターの佐々木博士が式典に出演予定だった渡辺直美の容姿を侮辱するような内容の演出をグループラインで提案していたと報じた。これを受け佐々木は3月18日未明、東京五輪組織委員会を通じて謝罪文を公表した。同日、橋本聖子、組織委員会会,会長は 佐々木の辞任を発表した同年3月31日、文春オンラインは、明田主人公のバイクが、渡辺直美も絶賛した、三木子チーム開会式案の全貌と題する記事を、配信。電通の井原博代表取締役が、東京五輪開会式の執行責任者だった、振付演出家の三木子を解任し、公認に佐々木を当てた経緯を報じた。4月1日、 週刊文春4月8日号が発売。同号に、三木子解任関連の記事と、白鵬、海老蔵、講演者、森、菅、小池の五輪開会式、口聞きリストと題する記事が共に掲載される。同年4月1日、五輪組織委員会は記事を、極めて遺憾だとし、橋本の名で、週刊文春4月8日号の回収と、販売の中止、文春オンラインの記事の削除。 文春側が入手した開会式プレゼン資料の廃棄と内容の非公開を週刊文春に要求した。同年4月2日、週刊文春編集部は文春オンラインを通じ直ちに反論、以下の声明を発表した。記事は演出家の三木子氏が開会式責任者から排除されていく過程で葬り去られてしまった開会式案などを報じています。 侮辱演出案や政治家の口利きなど不適切な運営が行われ巨額の税金が浪費された疑いがある開会式の内情を報じることには高い公共性、公益性があります。著作権法違反や業務妨害にあたるものでないことは明らかです。少子に対して極めて異例の雑誌の発売中止、回収を求める組織委員会の姿勢は税金が投入されている。 公共性の高い組織のあり方として異常なものと考えています。少子はこうした不当な要求に応じることなく今後も取材、報道を続けていきます。週刊文春編集部コメント2021年4月2日2017年5月18日発売の週刊新潮において週刊文春が出版取り継ぎ業者 当伴を通じて事前に中吊り広告を入手していた、記事内容を事前に入手していたとする記事が、週刊新潮に掲載された。新調側はこれを、スクープ記事を週刊文春に潰されたと批判した。週刊新潮の記事に対して、週刊文春は違法性はないとしたが、情報の入手が実際に行われていたかに関しては、明言しなかったが、記事内に文春記者が、 コンビニエンスストアで新調の中吊り広告をコピーしている写真が掲載されたのに加え、当伴は記事を貸し渡した事実について認め、謝罪していた。結果、2017年9月7日に文芸春秋の松井清人社長が週刊新潮の記事内容を認め、新庁舎に一転して謝罪した。毎年の最低映画を選定する。 ゴールデンラズベリー賞の日本版として2005年に創設された。ありがとうございます。